みんな同じ振り付けで踊ってるってこと。踊り子は変わってるけど振り付けは一緒っていう世界なんです。だから岸田さんが引きずり下ろされて違う人になったとしても同じ方向の振り付けなんです。だから根本的に変えなきゃダメなんですよ。自己責任でやれって、自助自立、勝手にやりやがれ、国に甘えるなという姿勢だったら、どうして政治家給料もらってんのって話になりません？アメリカ旧統一教会自民党が、今憲法改正をしようとしてますよね。それ改正されたら日本の国民が台湾有事を利用して戦争に生かされると思うんです。でその前に山本太郎さんに政権交代してもらわんと遅いんです。次の解散総選挙でお願いします。かなり無茶なスケジュール言いますね。ありがとうございます。危機感は共有してます。皆さん憲法改正っていうことについて興味ある人もない人もいると思うんですけど、こちらにピラミッドがあります。何でしょうか。この国に存在しているルール、ピラミッドの最底辺が法律、一番位低いんですよ。これ誰が守るものって言ったら皆さんなんですね。自由に生きてくださいね、何でもいいですよって言ったらむちゃくちゃになるから、せめて法律で縛らして、そういう考えですね。法律よりも上にあるものは何ですかって言ったら条約、外国との約束。一番上、キングオブルールって何ですかって言ったら憲法なんですよね。法律は人々を縛ります。じゃあ憲法は誰を縛りますかって言ったら権力者を縛るんだということなんです。これもう皆さん言うまでもないと思います。だから憲法の話が出た時に、これイデオロギーとかそういう話じゃないってことですね。よく言いますけれども、お前憲法を守れとか言ってお前左翼だろうみたいな、なんかよくわからない、なんかちょっと大丈夫ですかあなたみたいな人いますけど、街の中とかね、ネットの中に生息してるのかな。そういうイデオロギーの話じゃないんだってことです。この国の最高法規、キングオブルールが憲法。それを守るのは誰ですかって言ったら、それを守らなきゃいけない人は権力者なんだよってことなんです。法律を守らなきゃいけないのは皆さん、そして憲法を守らなきゃいけないのは国務大臣、天皇、国会議員、裁判官、その他の公務員。どうして権力者と言われる方々に対して憲法を守らせなきゃいけないかって言ったら、昔に公務員だったり権力者たちが暴走したんですよ。政府に対して余計なことを言う人たちは捕らえられたり、監禁されたり、拷問されたり、命失ったりっていうような時代があったわけですね、戦前戦中。だから国家権力っていうのは暴走するっていう前提に立って、権力を縛るぜってことで憲法があるってことなんですけど、この憲法を変えると言ってるのが自民党なんです。これ党勢、党立ち上げの時からこれは私たちがやるって言ってることなんだっていう、憲法を変えたいっていう人たちがいる。自民党、そして維新、そして国民民主党。今言った最後の2つは自民党の周りをくるくると回る衛星政党なんですね。野党だっつってるけど事実上の自民党、自民党には入れないから野党で頑張ってる、そんな存在。こんなん言うたら怒られるて。立場忘れたあかん、あんた、あんた党首やねんから、そんな軽口叩いたあかんってよく言われるんですけどね。すいません、軽口のつもりはございません。で、何を言おうとしてたってことなんですけれども、憲法を変えなきゃ直ちに困ってる人、憲法変わってくれなきゃ私困るんですって方、今この中にどれぐらいいらっしゃいます？憲法を変えなきゃ言うより、うん、もう岸田さんが総理の時点で日本潰れると思います。あ、憲法関係ないね。ありがとうございます。すいません、じゃあ先行きますね。ありがとうございます。いやいや、もうあそこは同意です。これね、岸田さんじゃなくても岸田さんが変わればいいと思っちゃうけど、そうじゃないんですよ。だってその前菅さんだったでしょ、で次岸田さんだったでしょ、でその前安倍さん、菅さん、岸田さんでしょ。ここって人と名前は違うけど、やろうとしている方向性はみんな一緒なんです。何かって言ったら、みんな同じ振り付けで踊ってるってこと。踊り子は変わってるけど振り付けは一緒っていう世界なんです。だから岸田さんが引きずり下ろされて違う人になったとしても同じ方向の振り付けなんです。だから根本的に変えなきゃダメなんですよ、という話です。すいません、ちょっと話ずれたように思いますけど、もう一回戻りますね。直ちに憲法を変えなければ困る人なんてほぼいないんですよ。ウクライナみたいになったらどうするんだっていう人いますけど、じゃあ憲法をどう変えたらウクライナみたいにならないわけ？それに答えられる人ほぼいないですよ。今ある憲法が守られていないことによって困ってる人たちが圧倒的なんです。例えばどういうことかってことなんですけれども、今の時点で憲法守られてるんですかってことをちょっとチェックします。25条とは生存権とも呼ばれています。読みます。すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。これ最低限度ってとこに目がいっちゃうんですよ。
最低限度ギリギリ生かされるっていうことか。違います。見てください、上健康じゃなきゃダメなんです。ってことは食べ物にも一定配慮できるぐらいの経済力持てないと無理なんですよね。安いもんだったらいろんな添加物が山盛り入ってたりとか、いろんなそういうものじゃなくて健康に気遣いできるような食べ物食べてないと健康でいられないでしょ。他にも文化的、健康であり文化的じゃなきゃダメ。文化的って何？あの作品が読みたいんだよな、新しい本出たよねとか、あの新譜あの音なんか聞きたいなとか、ミュージカルあれ見に行きたいなみたいな、わかんないですけど、文化に触れることができるだけの心の余裕と経済的余裕がなきゃいけないと。つまり最低限度と言ってるんだけれども、それは血を這うような泥水をすするような最低限の話じゃないんです。ここで言われてるのは、この国に生きてる皆さんにはとにかくそのような状況を担保しなきゃいけないんだっていうことを権力者に命令してるわけですよ。じゃあ国内の状況を見てみましょうということで、コロナ物価高、コロナで苦しかった物価高で今苦しんでるっていうことは一回忘れてください。それが来る前の日本の状況どうだったかってことをご覧いただきます。こちらですと、これ厚生労働省が調べた2019年の調査、コロナの前、物価高なんか来てない時、生活が苦しい、そう感じる人たちは全世帯の 54.4%、母子世帯の 86.7% が生活苦しい。あれ、健康で文化的、最低限度の生活を営む権利どこ行ってんの？ここにコロナが来た、ここに物価高、でも事実上国はこれ自己責任、放置プレイみたいな、守られてますか憲法？守られてませんよってことですね。他にもございますってことです。日本銀行の調べ、2020年ですね。年齢別貯蓄ゼロ世帯の割合、20代 43.2% 貯蓄ゼロ、30代 31.1% 貯蓄ゼロ、40歳代 35.5% 貯蓄ゼロ、50歳代 41%。 各世代多くの人々が蓄えさえもできないぐらいの経済、生活を送ってるってことなんですね。若い時に貯金ないって普通ですから、そう思われる方、貯金がなかったとしても社会的背景が右肩上がりだったらまだ OK なんですよ。昔のお父さんたちが若かった時みたいに高度経済成長バブル、でもそんな状況じゃない。一寸先は闇、ペンペン草も生えない、断崖絶壁、そこ歩いてるような状態でこういうような状況に置かれてしまってると。この人たちも高齢化するんですよ。もうすぐ高齢化して、そのままおそらくこのまま推移しますね。一発逆転や、中にはいるでしょう。でもそれって 0.00000001% ぐらい、多くの方々がこの状況で高齢化するっていう状態を迎えた時にこの国どうなってますかってことなんですよ。国が責任取る？取るわけない。放置プレイなんですよ。道端で人が死んでる、それがスタンダードの日本、そんな風に見えるんですね。私はだからこそ徹底的にやらんとダメなんですよ、経済政策を。今のうちに、すべて国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。なんで憲法を守れへんねんって話なんですよ。私はそう思うんです。憲法を守ってない奴らが憲法を変えて新しい日本に向かっていこうと、今は激動の時代、時代に合った憲法を作っていくべきだって。ちょっと待てと、何言ってんだと。今ある憲法を守らずに国内を30年経済的に失敗で弱らせ続け、一部の者たちだけが金持ちになり、多くの者から略奪してきた、収奪してきた者たちが、散々奪い続けてきた者たちが、何が憲法改正つってんだと、寝言は寝てから言うものだというような話なんです。憲法を守られてないってものはもう一個あるねってことで、憲法13条、幸福追求権、あなたには幸福を追求する権利があるよってものなんですけれども、そこの最初に書かれているのがこちらなんですよ。すべて国民は個人として尊重される。当たり前やんって思った人いるかもしれないけど、個人なんて尊重されてませんよ今の世の中ってことをちょっとご覧いただきたいと思うんですけれども、介護離職、介護殺人、他にもヤングケアラー、個人としてなんて尊重されてませんよ。家族の犠牲になるの普通、自分のキャリアを捨ててまで誰かの家族の面倒見なきゃいけないって、個人として尊重する国だったら行政サービスちゃんとしなきゃダメなんですよ。ちゃんとサービスするためには労働者に対してちゃんとした職を与えなきゃダメなんですよ。でもそうじゃない、自己責任でやれって、家族で面倒見ろって、自助自立だと、自助自立勝手にやりやがれ、国に甘えるなという姿勢だったら、どうして政治家給料もらってんのって話になりません？ここに対して怒らなきゃダメなんですよ。
けれどもなかなかみんな政治に物言うたってしゃあないやろうっていう気分になっちゃうんですね。違うんだって、あなたがオーナーなんだからって、この国のオーナー皆さんなんですよって。 50% のオーナーが票を捨て意思を伝えるっていうことでも、いやもういいっていう気分になっちゃってる。気持ちはわかる、気持ちはわかる。あんなアホみたいな政治に構ってられない、自分の人生生きたい思うのはわかる。けれどもあなたの手が離れたらさらに壊れることが加速していくんですよね。だから監視しなきゃダメなんですよ。そういう類のものです。憲法改正ってものに対してこの先前に進んでいくでしょう。さっき言った通り自民党、維新で国民民主党は憲法改正、公明党も最終的には多分乗っていくでしょう。これどうしたかって言ったら下駄の雪だから、自民党から飴玉もらいながら自分たちは権力を維持するために多分何らか理由をつけながらこれはついていくことを決めるでしょう。自主投票にしますって形かもしれないけれども、そういうことになっちゃったら何がまずいですかってことなんですけど、独裁体制に入れるような憲法改正が行われる可能性が高い。だからそれを懸念されてるってことですね。ここに対しては国会の中で決まったとしてもその先国民投票になっていくんですよ。要はあなたが決めるんですよ、憲法を変えるのか変えないのか、丸か×か、賛成か反対か、憲法改正か改正しないかはあなたが決めるんですみたいなフェーズに入るんですけど、でもテレビでは改正っていう方向に向けて多分すごい情報量が流れていくと思うんです。やらなきゃいけないことは何かって言ったら、今から憲法改正までの間に私自身が何かしらこの国のトップに立てるぐらいの、状況になるかって言ったらそれは考えづらい、間に合わない。いつだって憲法改正できるんですよ、向こうは圧倒的多数だから。それを考えたら国民投票で止めるっていうことをみんなでやっていく必要があると思うんです。止められるんですよ、国民投票で。半分の人たちが今はそれじゃない、まずは憲法を守ってくれるかということを、徹底した経済政策をやってくれるかということを徹底的に横に広げていく必要があると。だからこれってもうすでに草の根というところにボールが投げられてるわけですよ。あ、そういうことなんっていうふうにみんながこうストンと落ちるような、おそらくやり取りっていうものをやっていかなきゃいけない、一人一人がですね、それで広げていくってことで止めていこうというふうな考えです。